ナオミさんはじゃあ水色です。今回ですね、ディアブロ4を始めましたよっていう初心者の方に向けて、事前にもしくはね序盤に知っておきたいことを、基礎的なものかもしれませんがいくつかまとめたのでご紹介していきたいと思います。前作のねディアブロ3もやり込んだ覚えはあるんですけど、かなりの長時間やってた記憶はあるんですけど、なかなか覚えてないぐらいの前の話なので、今回ディアブロ4がもう初心者というか初っていう感覚でちょっとやってるんですけど、そんな時にですね、今回序盤やってて、あ、これ知っといた方が良かったなみたいなことをいくつか紹介していきます。はい、ということで早速一つ目なんですけど、今現在いる場所がキヨバシャドといって、一番最初ストーリーで来るような、街になってます。ここがメインの街になっていて、一番ねここを使うことが多くなると思うんですけど、最初の方はここを起点にするときに、このウェイポイントっていうので、ワープで帰ってくることができるようになります。一番最初は、このウェイポイントの重要性ということで、探索をしていくよってなったときに、こうマップをね、広げてみると、他にも4つの青いね、ポータルのマークがついてると思うんですね。この同じようなマークが。四隅にね、それぞれマークがあると思うんですけど、もっとたくさんあります。マップを広げていくと。そんな中で、このウェイポイントを解除しないまま進んでしまうと、同じ場所に行きたくても、再度行く場合って徒歩になってしまうんですね。で、例えばの話ね、こういった近くの最寄りで探索していて、戻ったよっていう場合は、街にワープしてこっちに来たよっていう場合は、ここと、この辺、自分がいた場所ね、ワープした地点をつなぐ、ゲートが開きます。そのワープした街にのみ、街にいる時のみ使用できる、ゲート、時間制限とかないんですけど、ゲートが開いてくれて、装備を整理して、じゃあ戻ろうって言ったら、そのゲートを経由すれば、ここまでは来れます。ただ、じゃあ、こっちまで進んで、また違うところ、メインストーリーなりなんなりで反対側行きたいと、行った時に、再度こっちに用があったり、ダンジョン行きたいって時に、ウェイポイント、ワープポイントがないと、こっちはね、熊の一族の避難所っていうウェイポイントなんだけど、ここがないことによって何が起こるかっていうと、キヨバシャドとかからまた歩かなきゃいけないんですね。これがめちゃめちゃ非効率的なので、もし、ウェイポイント解放を忘れていたら、近くのね、街とかをこういったもやの中とかまでしっかりと見て、街がないかと確認することによって、ある程度の等間隔でね、ウェイポイントが配置されているので、見落とすことなくしっかりとね、解除しておこうというお話です。最初ね、これ自分最初結構やらかしてだいぶねタイムロスしたので、もしね解除忘れてるよとか忘れそうだなという方は念頭に置きながらやると、効率的に進めると思います。さあ続きまして、今回同じようにですね、ディアブロ3もスキルツリーあったし、今作もスキルツリーあると思うんですけど、前作をちょっとうろ覚えなんだけど、今作はですね、お金を使うことによっていつでもスキルポイントが振り直すことができます。なので序盤ですね、初心者の方とかで結構試行錯誤しながら振ったんだけど弱い、このビルド結構弱いんだよねって時に、全部右下にすべて払い戻しって出てると思うんですけど、四角押してみるとこのすべてのノードを払い戻ししますって、意外と費用もね少なく、こんだけ解放しても1万ちょっとで一度チャラにすることができます。で全部戻すとまた最初からねスキルツリーティア1からずっと振っていくことができるので、これもね覚えておくと、最初の方自由に振って試したりっていうのも気軽にできるのでいいかなと思います。あとは全部っていうよりかは、この一つ一つも払い戻すことができます。そのスキルツリーに当てることによって、例えば今だったらボーンスピア。これを1個分だけ、ランクの払い戻し、長押しですることができます。これをするのにはちょっと条件があって、例えばここのスキルツリー、ランクが5分の3になってるんですけど、この3個進めることによって、下の方のスキルにもつながっていくので、これを解除することによって、上の解放してるスキルが使えなくなっちゃうよっていう場合は、解除することができなくなります。だからボーンスピアだったら関係ないので1個払い戻せるけど、ここのスキルツリー外すことによってここのつながりが取れてしまうので、こっちは外すことができないっていう感じになってたりします。ここもねそんなにこう難しい部分ではないんですけど、一応ね片隅に止めておくと序盤から好きなねビルドで展開することができるよという感じです。はい、次行ってみましょう。
はい、続きましてもマップの見方なんですけど、マップを開いてもらうと、まあ、コントローラー設定になっちゃうんですけど、十字キー左押すことによってこういった日誌っていうのがね、見ることができます。タブがそれぞれあって、自分が今できるストーリークエストとかを、こんな感じで見れて、あとはですねサイドクエストも受けたものが全てここで見ることができるようになります。なのでサイドクエストを見かけたら、この赤い、違う、この青い、びっくりマークですね、これを見かけたら受注しておくことによって一覧として見ることができるので、これもね忘れずに声をかけておくと、通りかかった時にサイドクエストが進行できたりするので、やっておくといいんじゃないかと思います。でストーリーとかに関しても追跡押すことによってマップ上でねどこに進めばいいのかっていうのがこういった感じで一目で分かるようになってます。あとはサイドクエストのエリア内もこういったね青い縁出て表記されてくれるので、こんな感じでねサイドクエスト受けたり追跡使ってみたりという感じでね効率よく活用してみてください。あとはですねマップのエリアごと、まあ、自分今一番行ってるところでこの破砕山脈ってところ、そのエリアごとに名声ってのがあるので、まあ、今報酬を見るとやってみるとこんな感じで破砕山脈獲得した名声の合計と書いてあって、自分はあと10で400の分が解放されますね。そう、これをやっていくことによって経験値とスキルポイントだったりとかポーション上限だったりとかそれぞれですね解放されるようになってます。なので、こういうのもね積極的に見て自分が解放してないかとかを逐一ね報酬確認しておくといいんじゃないでしょうか。このエリアごとにですねこんな感じで全然変わってくるので、ポーションのたくさん欲しいよという方は2段階目ロックで各エリアね開放してくれるので、それぞれのまんべんなく、探索してみたりと、まあ、この名声にも合わせたね動きをしてみるのも、悪くないんじゃないかということで、はい、タブでね今開放しているところは全て見ることができます。さてお次なんですけど、この今回ね装備のポケットっていうのが、まあ、結構手狭になっていて、序盤だとあるように見えるんですけど冒険していくと一瞬で埋まってしまうんですね。ここそういった時に、まあ、回避方法というか、まあ、対策としてはボックスがちゃんとあります。前作あってどこにあるんだろうって序盤ちょっとね自分も見つけれなかったんですけど、キヨバシャドのウェイポータルから、じゃあウェイポイントからすぐ左側にあるこのお家、陰徳物っていうのが、自分のボックスになってます。でワードローブでもちろん見た目とか、着せ替えスキル、着せ替えスキルじゃないか、着せ替えも、変更することができたりと、ここをねうまく活用することによって、装備もね埋まることなく使えます。特にこういった宝石類とかはすぐにね預ける癖を、自分が装着しなくていいものっていうのは預ける癖をつけておくといいと思います。中身もね10万でまずは増やせたり50スロット分増えてくれるんですけど、こんな感じで拡張もできるんだけど、まあ、序盤はねひとまずこんだけあれば宝石類が入るだけでもだいぶ変わってくると思います。手持ちに宝石あるだけでだいぶ圧迫してしまうので、ゲットしたらね都度都度持ち帰る癖とかもつけるといいと思います。でこの陰徳物、まあ、ボックスですね、ボックス関連で宝石しまってしまうといろいろ不便じゃないかっていうところで、もちろん装着に関しては自分の手持ちでつける必要があるんだけど、この中に入れておいても宝石の加工とかができるようになってます。なので、まあ、粗末なもの、かけらですね、かけらをじゃあ合成して使える宝石にしようって言って、こういったね、宝石職人のところに来ると持ってないとダメかというと、そうではなくて陰徳物に入っていればですねこんな感じで宝石商で加工できちゃいます。で加工した分は自分のポケットに入るので、そのまま自分のね、装備に装着することもできるということで、まあ、例えば防具につけとこうか、うん、こんな感じでナイフ最大値 2.5% されました。はい、こんな感じでねかなり今回使い勝手が良くなってるっぽくて、まあ、めちゃめちゃ大きなテクとかではないんですけど、一応知っておくとちょっとね役に立つかなということで、こちらも合わせてご紹介しました。はい、そしたら続きましてコレクションというのを見ていくんですけど、こちら力の古文書というものです。さっきダンジョンの説明とかをしたと思うんだけど、ダンジョンで手に入るものがこの化身というものなんですけど、それぞれですねクラスによって違うので、自分がバーバリアンじゃなくてもバーバリアンのものが手に入ったら使えないんですね最初は。なので自分が例えば、まあ、ネクロやってるんですけど、ネクロ欲しいなってなったらこの
コントローラーだったら R 押し込みしてネクロマンスで、マンサーで絞っていきます。でこうやって見た時になんかこれ強いなと、有効なミニオン1体につき最大、3の最大精髄を獲得すると、あこれいいやんって言ったらマップ上にピンができます。本来ダンジョン一つ一つ解放してって見るものかと思うと思いきや、ここに出ているものを全てピンすることができるので、序盤に欲しいものがあったらマップにピンをしてしまえば、これオープンワールドのいいとこでこんな感じでピンをつけてね、序盤から行けてしまいます。めっちゃ遠かったりもするかもしれないんですけど、こんな感じであるね、あこの違うかもっと奥だった、あこんな感じで出てますね、はい、場所がわかるだけでもね、一応行けてしまうので、どこだどこだって探さなくてマップに映ってなかったりしても、こういったピンを活用することによって、移動することができます、まあ、取得することができます。これもねぜひ活用して序盤からね古文書たくさん集めてみてください。ただね古文書つけるのにちょっとね敷居が高い、レジェンドみたいな装備にしないと確かつけれなかったので、まあ、そこだけちょっと敷居は高いんですけど、まあ序盤から集めておくに越したことはないんじゃないでしょうか。はい、続きまして操作方法の、ご説明というか、まあ、おすすめなんだけど、回避ってのが今作序盤まるで回避になってて、自分が向いている方向に丸ボタンを押すと回避されるっていう感じだったんですね。今だったらこっち向いてて丸ボタンを押すとこっち、まあ、なので戦闘中とかに結構やりにくかったりっていうのがあって、それの回避方法みたいなものがあるんだけど、回避方法の回避方法ね、そうちょっとややこいわ。設定を開いてもらって、このオプションですね、操作方法コントローラーから見て、あとコントローラーの振動切っとくとめっちゃいいです。これなんかコントローラーの振動好き好んで入れる人多分いないでしょ、これマジ言ってほしい、でこのずっと下を見てもらうと、まず回避っていうのがこれ丸になってるので、押して右スティックに設定しましょう。で右スティック設定したら、この右スティックでロック中の標的切り替えっていうのをチェックがもともとついているので、この外しておくことによって、今外れちゃったんですけど、ここが右スティックで使用できるようになります、まあ、なのでこれをやっておくだけでも、自分が戦ってる時にこっちに進みながら戦ってるんだけど、やべ敵来た後ろ回避って時に右スティックをね反対に倒すだけで回避することができるようになります。まあ、これね移動手段としてもヒュンって回避したりする、早くダッシュしたりすることもあるだろうし、まあ、あとはね敵から本当に逃げたい時に適切に動けるようになるので、このスティック操作変更しておくだけでもね、だいぶ楽になるので、おすすめとして最後にご紹介いたしました。はい、ということですね、今回は序盤の方に知っておきたいディアブロ4の、まあ、小技テクみたいな感じで、結構やり込んでるよという方とか、ベータをやったよという方にとっては、まあ、当たり前だったりとか知ってるよという方が多かったかと思うんですけど、結構自分みたいな初心者、マジで何もわかんねえみたいなね、前情報なしでやってるぜという方にとっては、知っておくとね多少役に立つんじゃないかと思ってまとめてみました。またですねビルド系とか、つどつどお役立ち情報などなど上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それかまたね、ちょっと自分に向けてこれも知っておくといいよということなどあったら、ぜひコメントで教えてくれたら助かります。それではね、また次回までお会いしましょう。水でした。バイバイ。